会計士税理士の白山です。静岡市駿河区で会計事務所の代表をしております。今回はですね、会社を経営されている社長さんへのメッセージですけども、社長が頭で考えられていることを見える化しましょうというようなお話をしたいと思います。頭の中を見える化しましょうということですね。で、私もいろんな会社を回らせていただいていて、中小企業も大きいところもあるんですが、その中でよく従業員側、雇われているスタッフさん側の要望として出るのが、社長が何を考えているかがわからないというようなことがよく言われます。社長が何を考えているかよくわからないよということですね。で、例えば仕事のやり方とか、その会社の将来とか、例えば人事評価、お給料の決め方などがですね、実際よくわからないというような声をたくさんいただくことがあります。で、社長の方は分かっていて見せない方もいるし、なんとなくわからないでモヤモヤとしたままご本人も会社を経営されていて、お仕事受注を受けたり、その仕事の割り振りをしたり、将来に関してもですね、ぼんやりとしたイメージはあるんだけども、明確にはしてないよというような方もいらっしゃいます。で、そのような状態ですと、働いている方、雇われている側としては、一体何がどうなっているのかわからない、どういう仕組みで会社が動いていて、どういうことをすれば評価されるのかというのがわからないということで、多少不満が溜まっていくことがありますね。で、そういう時に社長が頭に考えていることを外に出す、見える化する、文章とか図解するというのをお勧めしています。内容的にはですね、粗くてもいいだと思います。ただ紙ペーパーベース紙ベースでそういうのを、スタッフの方に見せると、あ、社長はこういうことを考えていたんだというのがですね、結構リアルに伝わります。紙ペーパーの内容は浅くても雑でも、何かそういうことを出そうというようなことをするだけで、従業員の方は割ともう分かるっていうもんなんですね。従業員と社長の付き合いが何年もにわたっていれば、もう社長の考え方や、癖とかは大体把握されていると思いますので、それを改めて書面で簡単な形でもいいので見せていただけると、従業員の方はきちんと波乱に落ちるというようなことをたくさん見てますので、ぜひ静岡市で会社経営されている方は、そういう見える化、社長の頭の中の見える化をしていただきたいなと思います。はい、そうは言われてもどうすればいいかわからないというような方もいらっしゃいますので、もしご興味あれば一度ご相談いただければと思います。私はペーパーに落とし込むのが得意ですので、そういうサポートもさせていただいておりますので、ぜひ白山会計までお問い合わせいただければと思います。